なかなか他の競技の方とお話しする機会って今までなかったので、すごい自分にとっていい機会になったなと思います。でやっぱり競技によって違うところもありますし、まあ、似たような考えを持っているところもあったので、そこはすごい、まあ、大きかったかなって思います。でなかなかこういう機会なくて、交流する機会っていうのもないので、せっかく知り合ったので、ここから交流の輪を広げていって、まあ、いろいろできることだったりやれることを探していきたいなと思います。バスケットをの大学高校から上がるときに辞めてしまう人が一番多いっていうのはすごい初めて知ってびっくりしたんですけど、その、まあ、同じような問題をそのバスケだけじゃなくて他のスポーツも抱えていて、まあ、やっぱ女子スポーツっていうのがもっとメジャーなものになるためにはまあ、いろんなことが必要になってくると思うし、こういうふうに競技を超えて協力していくっていうことも必要なことなのかなっていうのは感じました。自分たちトップアスリートとしてやっぱり競技の楽しさっていうのを伝えていくっていうのも一つ責任でもあるのかなと思うので、子どもたちにもそうですし、いろんな世代の方々にこのスポーツ自体の楽しさっていうのを知ってもらうこと、そういう活動を今後もしていけたらなと思いますし、競技を超えた交流とかも続けていきたいなと思います。